はい、ネイルドットコムです。買ってやっと届きました。こちらの商品ですね、 Amazon で購入しました。ポリジェルもどきですね。セットの内容がまずはこれが2つ入ってます。私が購入したカラーはこのカラーですね。ちょっと後でどちらも開けて色味を見ていきたいと思います。で、あと脱ペンディッシュ、これが多分ソリューション的な、多分つけるやつですよね。これが 20ml ですね。筆ですね、こんな感じ、こんな感じになってます。こっちがまあスパチュラ、こっちがジェル筆みたいな形になってます。あとこちらですね、このネイルチップを使って爪の上に簡単に長さ出しができるというものだそうです。これがね、ちょっとどんな感じなのか今から使って試していきたいと思います。地爪に近いような形に削って整えてあります。チップが全部で10サイズですね。わかりますかね、こんな感じでこう正方形がね、いっぱいバーって書いてあるんで、横から見るとこんな感じでカーブしていますね。こう下がってる感じ、ここの部分をこうスライドさせて合わせて、まあ、真っすぐに見えるところで止めてこうくっつければいいと思います。これね、10サイズ入ってるんで、多分自分の爪に合うサイズっていうのがね、見つかると思います。こう見た時に結構見た目が一緒なので、もうここのシール剥がれちゃったらちょっとアウトだなっていうぐらいね、色味が分かりにくくなっております。私が購入したのはクリアとソフトピンクになっています。まあ、これがクリアかなって感じですね。めちゃめちゃ硬い。これがクリアの色ですね。こんな感じです。ちょっと出します。硬い。色味的にはこんな感じですね。これをね、使って、今からね、フォームの上に乗せていきたいと思います。形を作るときには脱ペンディッシュにこのソリューションを入れて使うみたいですね。これどうやったら開くの？ここがね、緩いんだけど開く気配が。これどうやって開けるの？おい、開け方がわからないよ。無理やり、無理やりでいいのかな。無理やりでも開かないよ。これどうやって開けるの？お、開いた。ここが緩いからねじって持ち上げてもうまいことね、開いてくれないから、結構力ずくで開けてる感はありますね。起きたんじゃないこれ。お、こんな感じですね。スポイトタイプになっているので、脱ペンディッシュとかに移すのはすごい楽に移せますね。こんぐらいかな、とりあえず。ちょっと多分大きめのサイズの方がこのフォームでピタって合わせてますけど、中にこの硬さのあるジェルが入るので、なんか地爪に合わせた時のサイズ感はちょっと大きめの方が良さそうですね。なので中指3番にしようと思います。こうね、合わせてみるとちょっと大きく感じるんですけれども、この中にね、あのジェルが入るので、ちょっとこれでやってみたいと思います。すごいよこの硬さ、これで分かってもらえると思う。こんな感じでまずはスパチュラ側に取ります。で、これをチップの上に乗せます。筆で広げていきます。この筆が乾いてくるとペタペタとなんかくっついてきちゃって、思い通りにこう広がりにくくなりますね。こんな感じで形を作りました。
これを乗せます。で、多分あんまりギューッと押し付けすぎちゃうとジェルがね横から漏れちゃったりとかするっぽいので、うわやっぱり難しいなこれ。やっぱりねここのねサイドがどうしてもなんか足りなくなっちゃう。ちょっとこの状態でライトに入れて硬化をします。プレストのライトで20秒を2回40秒硬化していきます。硬化が終わりました。でこれを外します。これを外すこと自体は結構簡単にできるんですけど、やっぱりね乗せるっていうのがねすごく難しく感じますね。難しいこれ。このねいつも使ってるフォームを使ってちょっとジェルスカとかスカルプとかやるような感じで乗せます。多分慣れてしまえばネイルチップで作る方が楽に形が取りやすく、まあ、厚みもね必ず均等になると思うので、ネイルチップでね乗せるっていうのがねすごいきびい。最後はねこの出してしまったクリアジェルがあるのでワンボールでねちょっと作っていきたいと思います。爪の真ん中に置きます。爪の根元から先端に向かって形を整えていきます。あとこのソリューションがアクリルリキッドみたいな嫌な匂いがしないので、刺激臭がね全くないので、これね結構ねセルフさんでスカルプやってる人にはね、あ、フォームで作った方が私は作りやすいですね。でもこれ出しすぎたなと思ったらこっちのねスパチュラでこんな感じで削ってしまって、これをね変な話この根元が今ちょっと足りないんですけど、この根元側に持ってきて、でまたここをねこういう感じでペタペタってしてあげれば根元埋まるし、そういう部分ではすごく。ここのサイドのこの地爪とのつなぎ目を必ず一番見てあげた方がいいです。どうしてもねここのつなぎ目の部分が欠けちゃったりとかする人が多いので、ここのつなぎ目の部分をねしっかりと目で見て確認して大丈夫だなっていうね、これを見てからこう先端に向かって伸ばすみたいな。ほんでこれを今つけたものはこんな感じです。バブルもね全然入らないのでかなり綺麗な仕上がりになっております。表面触った感じやっぱりジェルのペタペタ感はしますね。こっちはねそんなにしなかったんですけど、これはね結構ペタペタしてます。でちょっとピンチをねこう左右から均等な感じでピンチを入れてあげたら、もう一度ライトに入れて硬化をします。エタノールを染み込ませたコットンでちょっと表面を拭いてから180グリッドのファイルを使って削っていきたいと思います。はい、こんな感じで形を整えました。先端から見た時の厚みを見ていただければわかると思うんですけれども、かなりね硬さはあります。これだったら結構ロングネイルにも対応できるのでやりやすいかなと思いますね。私今回このねデュアルフォーム使いこなせてないんですよ。ちょっともう一回ねこのデュアルフォームを使ってやりたいと思います。根元にどうしてもなんか私がやるとちょっとたまりやすいなっていう風に感じたので、根元から先端に向かって潰していきます。これ
これで厚みは完璧だと思う。缶のペキだと思う。でもさっきからちょっとこの苦戦してるサイドの部分、ここがね結構苦戦してるので、ここの部分をちょっと埋めて、ちょっとしっかりとサイドに寄るように。真ん中はねそんなにぶっちゃけ量がなくてもいいと思ってるので、サイドの部分にちょっとしっかりめにこうジェルを動かして持っていきます。はい、のせられたものはこんな感じですね。まあ、根元の部分から見た時の厚みが、まあ、こんな感じ。爪にのせます。今硬化前ですね。でサイドがこんな感じです。でこの状態でライトに入れてちょっと硬化をしていきます。でここからフォームを外します。フォームは結構こうね、脇から空気を入れてあげるとすんなりパコッと外れてくれます。ピンチを入れて最後削っていきたいと思います。多少なりともベタベタはあるので、爪のこの裏側と表面ですね、拭き取って今から削っていきたいと思います、うん。最後に、どちらともねトップジェルを塗って仕上げちゃいます。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じになっております。かなりねこうクリアの方も透明度が高い感じの仕上がりで、こっちはねなんかそれこそちょっと流行ったベイビーブーマネイルとかやるときに使えるんじゃないのかなっていうような感じになっております。先端から見た感じだとこんな感じですね。根元外してみた感じだとこのぐらいの感じです。こうぐーっと力入れても本当に全然ね曲がらないので、本当強度はすごい立派なものだと思います。トップジェル検証が終わったらこのポリジェルもどきですね、私が今回購入したのは UR シュガーというメーカーさんのものになっております。カラーもかなりたくさんね Amazon の方で出ているので、まずはセットを購入して、使えそうだったらいろんなカラーを揃えてやってみると、スカルプやってる人とかすごい楽にできるかなと思います。私はですねスカルプを触るとちょっと手が痒くなっちゃったりとかするんですけど、今回のこちらの UR シュガーを使っても手の痒さっていうのはね特になかったなと思っております。かなり私的にはねおすすめできるんじゃないのかなと思います。注意点が1個だけ、アセトンでオフできるかどうかっていうのがね書いてないんですよ。それがちょっと不安だなって思ったので、このエンディングの後ですね、アルミホイルの上で硬化をさせてアセトンでくるんでオフができるのかどうかもやった映像を撮っておきましたので、そちらも見てみてください。概要欄の方にリンク貼ってありますので、そちらからぜひぜひ購入してみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイルドットコムでした。こちらのピンクですね、出しました。はい、固まりました。でこの固まったものにこちらのカットされているコットンを上に乗せます。でここにアセトンを染み込ませます。でちょっとこの状態でくるんで、この状態でちょっと10分間放置してみます。開けていきます。あーなんかこう若干は柔らかくなるけれどもオフはできない。